ん、こんにちは。えとぴりか大阪店です。本日はアケボノインコの紹介をさせていただきたいと思います。この子はアケボノインコの女の子です。誕生日が2019年9月5日生まれの、フィリピン出身の子になります。今ちょっと頭にずっとホワゲがついてます。このように頭をカキカキさせてくれます。取れたよ。この子はもうすでにからあの頭と首まで真っ青に染まってます。基本的にアケボノインコの性格はすごい穏やかで、あの静かなあの子が多いと言われています。そしてあの小さいお顔に大きなお目目が特徴ですね。このふわふわ音は嬉しい時などに出す音と言われています。でこの子はカキカキされる時絶対頭をすごい90度下げます。息もふわふわになってとても可愛いですね。毛並みは結構あのしっかりしていますね。ウロコインコ系 の, あの毛並みをしています。子たちなのですが、結構お外ではこんな風におとなしくじーっとしていることが多いんですが、お家の中でおもちゃを見るとすごい活発に遊んでくれるような子たちです。本当に声もあまり気になったことがないです。呼び鳴きなどもあまりしない方ですね。頻繁にしているところは見たことがありません。続いてご紹介するのがアケボノインコの男の子です。誕生日が2019年10月6日生まれで、出身がこの子もフィリピン出身の子になります。さっきの女の子と違ってまだ頭がちょっと緑の羽が残っていますね。もうちょっと髪の毛が何回か続いたら真っ青になるんではないでしょうか。この子も頭カキカキさせてくれます。でこの子はさっきの子より一層あのふわふわ音が激しめのタイプの子になります。結構この声を最初聞いた時大丈夫なのかと心配していろいろと調べたことがあるのですが、ただ嬉しい時に出す声でしたね。興奮した時に出てくる声になります。この子は背中も触らせてくれますとても機嫌がいいとスタッフが前を歩くだけでこのふがふが音を鳴らしてくれますね。すごい撫でられるのが大好きな子になります。かわいいねって。この子は抱っこすると半分体重をかけてきます。顔がとても小さいですね。羨ましいです。この子たちですね、緑と
顔だけだと思うかもしれないんですが、実は尻尾の裏に赤色の尾羽が生えています。見せてや。いやいや、結構いろんな色が入っている子たちになりますね。感情が読みにくいと言われがちなんですが、一緒にいると結構表情がコロコロ変わって面白いです。まあ、関わっていく中でじわじわと喜怒哀楽が分かっていくんじゃないでしょうか。もう結構嫌な時は嫌な顔しますし、嬉しい時は結構ランランとした目でこっちを見てきますね。可愛いです。眠たい。そろそろ終わる。かわいいねって。あ、正直しかすみません。鳴き声はこんな感じですね。これはあまり嬉しくない時の声です。ごめんね。